フロリダ級戦艦。フロリダ級戦艦は、アメリカ海軍の土級戦艦の艦級である。本級は、アメリカ海軍において、同一クラスで、すべて推進形式を蒸気タービン機とし、同時に、初の四軸推進を採用した初の戦艦であった。本級は1908年海軍整備計画において、全級のデラウェア級戦艦の改良型として2隻の、建造が、 議会に承認された。当初は35.6センチメートル連装砲を4機の超土級戦艦として計画されたが、当時のアメリカ工業力では大口径砲の製造が間に合わないことが判明し、結局はデラウェア級と同等の12インチ連装砲塔5機10門を持つ度級戦艦として設計がまとめられた。だが、本級は後継艦に続く。 新機軸を次々と採用されたエポックメイキングな艦んで、複砲においては、新設計の12.7センチメートル51、後継速射砲全球の14機から2門多い16門を装備した。これらの改良により、本級はデラウェア級にして、常備排水量は1500トン増加していた。本級は1909年と1910年に、 相次いで二隻が収益した。また、全球において、国産タービンの燃費の悪さが指摘されたため、イギリス製のパーソンズ式直結タービンを採用し、アメリカ戦艦発の四軸推進戦艦となった。本級の戦隊形状は全球に引き続き、単戦主労型戦隊であるが、議会により、関係の大型化が認められたために全長と全幅が拡大して、全球において、 不満点だった、環状構造物の密集化や内部の重苦の拡大された。干渉水面下に浮力確保用の膨らみを持つ干渉から、干渉甲板状にマーク 730.5cm45 口径砲を連装砲塔に収め、1.2番手砲塔を背負い式で2機、2番手砲塔の基部から甲板よりも一段。 高い艦上構造物が始まり、その上に操舵装置を組み込んだ司令塔が立つ。司令塔の背後から、この当時のアメリカ海軍の大型艦の特色である、カゴ状の前マストが立ち、司令塔と全部マストを基部として、断面図が三角形状の船橋が設けられていた。全部マストの下部に航海環境、頂上風呂点の見張り所を持つ。全部マストの背後に日本煙突が立ち、 そこから甲板一段分下がった、左右原則甲板上が関西帝置き場となっており、関西帝置き場の後方に左右に一気ずつ立つ、単小灯台を基部とするクレーンにより運用された。二番煙突の後方に、カゴ状の後部マストが立ち、三番主砲塔が後ろ向きに配置された。そこから甲板一段分下がった。 後部甲板上に4番手砲塔と5番手砲塔が背中合わせに一基ず配置されていた。本級の原則部には 12.7cm51 後継速射砲が重心低下を狙って1番手砲塔の側面部に独立して一基が配置されたが波浪の影響を受けやすかったので巡航後に2番手砲塔基部の側面に移された。他に船体中央部にケースメイト 本角配置で放射状に、単装で5機と、完備側に2機の片銀8機ずつ、計16機を配置していた。本級は、第一次世界大戦後の1920年代に、ボストン海軍交渉で近代化改装を受けた。外観上においては、カゴ状の全部マストにあった、航海環境は密閉型となり、全部マストの中断に、箱型の戦闘環境を新設した。 頂上部の見張り所は密閉型となった。期間の乾燥に伴って煙突数は1本となり、カゴ状の後部マストは撤去され、跡地は水蒸気の運用スペースとなり、3番手砲塔の上にカタパルトが設置された。後部マストは3番4番手砲塔の間に簡素な短脚式のものが移設された。同時に新型の射撃式装置が 環境上に設置され、公開環境の上と2番から4番手法登場に即虚技を搭載した。波浪の影響を受けていた原則の複方ースメート5機の内前側の3機は閉塞され、片原3門ずつ最上甲板上に計6門が移設された。本級の手法はマーク6906年型30.5センチメートル45口径砲である。その性能は 重量 394.6kg の砲弾を最大行角15度で 18,290m まで届かせることができ、射程 1920m で、ハーベー製、一25ミ 251mm を貫通できる、性能であった、この砲を連装砲塔に収めた。砲塔の旋回角度は、船体守備線方向を0度として、左右150度の広い旋回角度を持ち、 方針の不要能力は、行角15度、深角5度である。手砲針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。装填形式は自由角度装填で、発射速度は、毎分2から3発である。本級の手法は、軽量弾を高所速で打ち出すために射程と威力には、優れるが、 正射時には左右の訪門からの衝撃波が互いに干渉するために遠距離になるほど散布界が広がる傾向にあり、さらに艦型が小型な割に重武装であったために、正射時の反動で船体が揺れて照準が狂うなどの問題もあった。さらに、イギリスやフランスの同時期の戦艦に比べ、射撃式の研究が未熟で、射撃砲威盤や即虚技など、式装置が未装備であった。 第一次世界大戦後、ユトランド沖海戦の戦訓により、アメリカ海軍は、すべての戦艦に射撃式装置と即挙技を装備し、本級もこれに倣ったが、時代はちょうど急戦艦の時代に入っていたために、ニューヨーク急戦艦ら14インチ砲戦艦のように、主砲塔の改造や新型重量弾の開発は、行われなかった。このため、既存の主砲弾には、空気抵抗を軽減し、 冗談しにくい、誹謗、カバーが被せられた、改造品を扱い、これを量を減じた創薬で所速を減じて、打ち出す運用に改められた。これにより威力は1920メートルで254ミ、mm、リメートルを貫く威力から274ミ、mm、リメートルを貫通可能となった。複法は、前日通りに、本級から、マークス7910年型12.7センチメートル、 51、後継速射砲を採用した。その性能は、重量 22.7kg の砲弾を、最大行角15度では、射程14,490メートルまで届かせられる。この砲を原速ケースメートで片原7機ずつ、計14機を搭載した。砲賀の不行能力は、行角20度、深く15度である。旋回角度は、露天で300度。 ケースメートで最大150度の旋回角度を持つが、実際は上部構造物により社会に制限を受けた。方針の不良、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は前型の毎分6発から毎分8から9発へと向上した。その他に体幹用に 53.3cm 魚雷発射管を 水戦下に2門を装備した。収益後の1916年に、対空火器として、1914年型 76.2mm、50口径広角砲が搭載された。その性能は、重量 5.9kg の砲弾を最大行角85度では、射程 9270m まで届かせられる。この砲を単装砲がで2機搭載したが、1918年に4機。 1919年に2機、追加され、軽発機となった。砲牙の不行能力は、行角85度、深く15度である。旋回角度は、露天で360度の旋回角度を持つが、ケースメートでは、旋回角に制限があった。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分15から20発である。 対空練習艦となった、ユタは1935年に 7.62mm 広角砲が単装砲がで8機を搭載された。その後、12.7cm25 口径、広角砲が単装砲がで4機が追加され、1936年から1937年にかけて、新開発の 2.8cm75 口径。 機関砲が10門を搭載され、初期試験が行われた。1941年の戦没までに、12.7cm、38口径広角砲が、単装砲がで4機とビッカーズ 4cm、39口径機関砲が、単装砲がで8機を搭載された。本級は、タービン機関を収めた、機械室が3番手法等の弾薬庫と接近していた、ため、 三番手法等の弾薬庫の温度上昇問題は構造的欠陥として引き継がれた。主ボイラーはバブコックウィルコックス式石炭浅礁水管管14機となった。推進機関はデラウェア級で採用された国産のカーチス製直結タービンの燃費の性能が悪かったためイギリス製のパーソンズ式タービンを採用した。また船体が大型化し機関クスペースの余裕があったため スクリュー軸あたりの負担馬力を軽減するためにタービン数を2倍として4軸推移になった。具体的には推進機関としてこれを低速型タービン2機と高速型タービンを2機ずつ搭載した。これにより最大出力28000馬力で間幅の増大により抵抗が増した船体でも速力2.75ノットを発揮できた。搭載燃料は 石炭2500トンと重油400トンで、航続距離は10ノットで6860回りだった。収益後の1920年代後半に、老朽化したボイラーを、ホワイト・フォスター式重油戦勝水管管4機に交換し、推進機関も、パーソンズ式、ギアードタービン4機4軸推進と更新され、最大出力は47000馬力で、速力は22ノットに向上した。 燃料は重油に統一されて2,581トンで、10ノットで16,500カイリーと約2倍もの航続距離を得た。本級は、デラウェア級と共に第一次世界大戦時には、アメリカ大西洋艦隊の主力として配備され、1917年12月以降は、イギリス海軍の本国艦隊の指揮下、第六戦艦戦隊に入った。 大戦中は北海及びノルウェー沖の紹介任務や戦団護衛任務についた。この大戦艦において特筆すべき戦果は挙げていない。本級日跡は1920年代後半にボストン海軍交渉で近代化改装が行われたが、ロンドン軍縮条約により廃管対象となり、フロリダは1932年に解体処分された。一方、ユタはロンドン条約により、 標的艦、ユタ、AG-17 としての保有が認められ、ノーフォーク海軍造船所で武装と防御装甲が撤去され、無線誘導の標的艦に改装された。その後、1932年に、対空射撃訓練用の練習艦へと最終駅したが、第二次世界大戦中の1941年12月7日、真珠湾攻撃時に戦闘艦と間違われて、 航空攻撃により、現に魚雷を受けて、横転沈没した。横転した、ユタの右舷を十七機のウインチで牽引して、転覆したユタの船体を起こす作業が1944年に、試みられたが、ユタの船体は、真珠湾の海底を滑って、陸地側に移動するだけで、転覆した状態を復元することはできなかった。このためユタの復旧計画は放棄され、 船体はその場所に放棄された。ユタは1944年9月5日に退役し、同年11月13日に除籍された。ユタの船体は、遺構として、現在も真珠湾に残されており、隣には、記念碑が設けられている。ユタの艦内の遺体探索は、本格的には実施されていないので、真珠湾攻撃後で死亡した乗員は艦内にそのまま、 残されており船体そのものが母標とされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。